はいこんにちは毎週日曜日はリボルバー3リボのコーナーがやってまいりました週明けにふさわしくですねリボルバーでのんびりと体を癒すます、あ、そんなひとときだといいんですけれども今回はですねここのところモデルガンばっかりになっていましたんでエアガンの方のリボルバーを紹介したいと思います田中ワークスのスミサンドウェッソン m 2 9パフォーマンスセンターフラットサイドノンフルートのサインチご紹介したいと思いますこれは私はあの多分オークションで入手したと思います箱が見つからないんであ今日もねあのフォアローゼスいただいてますで少なくとも、えー、4年ぐらい前のモデルですねこれは で、原行品さっきあの田中さんのサイトで調べてみたらフルートが入ってるね、えー、シリンダーの方が原行品ということなんでノンフルートのやつはかなり古いのかなっていう感じですねで調べてみても、まあ、純正のやっぱこのパックマイヤーのグリップはついてきていてはいパックマイヤーじゃないのかなまた適当なこと言っちゃいけないですねあのラバーグリップがついていてで、まあ、こんな感じでということですね で、見たとこねこれなんか ABS っぽいからその辺ねお持ちの方とか詳しい方ねご自身のと比べていやお前の持ってるのはこれだよみたいな感じでね教えていただいてもありがたいですね、まあ、正直あんまりねリボルバーのエアガンって打たないんで今回試射して、まあ、せがれにも打たせましたけれどもねなかなかまあ独特のやつでね何とも言えない感じでしたね で、このバレルのねこのフラットなやつはねちょっとやっぱりあの見慣れない時には「ウェッとかと思いましたけれども最近になってはもう全然当たり前のようになってますねで以前ねあのパフォーマンスセンターの M36 系のやつかなんかをご紹介した時にね、まあ、実はパフォーマンスセンターって言われてるほど評判良くないんだよっていうコメントを頂い,いてねまあそうなのかと私はもうそんな まあ、SW がね自分の中であの、まあ、セ,ミをセミカスタムっていうんですかねそんな感じで出してるぐらいだからさぞ評判がいいのかと思ったらまあどうもそんなこともなかったようでまあ残念ながらねこのペガサスのリボルバーねこのねちょっとね亀の花みたいなポチポチっていうのはねやっぱりこのマグナムサイズになっちゃうとちょっとねあ,のあまりになんていうかモデルガンとの差が大きくなりすぎるような気がするな。 はい、私あんまりね大型のリボルバーってさほど好きではないんですけれどもねそんなことないからいっぱい持ってるから好きな部類に入るのかなこれはねあのグリップも細身で握りやすくてねすごく楽しいですね、はい、で今日のカート文字あのカートがねあのホローポイントの44マグナムのカートが6個しかないんで何て書いてあったかっていうのはもう見ての通りでございます 重量を測りましょう。ペガサスはねこのシリンダーが重いですからねずしっときますよねで715ですねまあだから多分 ABS ですねこれねと私は見ましたはいでこちらもアドバイスいただいた通り試写する時にはね このネジ外しちゃってスクリュー外しちゃってシリンダースポスポ外せるようにしてでこれはねまた私のね記憶が適当なんですけれどもねえー、っとこのある位置でビコビコビコって8発ぐらい入りましたね中でねであのパチンパチンパチンってセットされてくるねあのちょっとあの昔ながらのこ SF アニメみたいな感じでかっこよかったですね。 でね、見ての通り、えー、ペガサスの方は、えー、ここはね何にも通らないんでね改造される心配はないですねこういうことで構造が全然ねここ,ここが抜けてなければねあのプライマー打てませんのでね全く安心ですねはいでこれバレる気分にあの 例のホップの調整用のスクリュー穴が見えないんですけど見えないんですけど紹介しといて聞くばっかりでお前の質問動画かよとかって思われちゃうんですけどこれノンホップか固定ホップなのかな打ってみた限りはねなんかそんなにホップが変に効いちゃってるって感じはなかったんですよねなんてここにズコッとこれだと届かないもんなはいちょっとその辺また詳しい方是非教えてください じゃあ初速を測りましょうか。リボルバーの初速気になりますよね。でここはちょっと簡易的にね、まあ、作動はねこんな感じで。ね。3発もあればいいでしょう。 パチンって言わなかったまあいいか出るのはこいつから出るからいいですねいけないいけない,い,けないこの辺にしとけばいいかなこうすると SW ですからこのこいつが次に出ますね断速計をセットしてシングルアクションでやってみますか 出ないな、出ないな測定不可困っちゃいますねこれね明かりの問題かなこいつのね今すぐ上にねあの LED がありましてねそれで迷っちゃうのかな あるいは私の打ち方が間違ってますかね。まあ懲りずにやってみましょう玉の色なんていうのは関係ないですよねなんかでもいい発射音してません全然測れませんね これで NG で NG 止めないところがいいやらしいですよねもう本当に同じことね喋るのって私シナリオを作ってないんでできないんでね今日の喋りがいいか悪いかは分からないんですけれどもなるべくだったらねそのままやりたいなと。出ました角度が悪かったのかもしれませんね 六十六点六で零点五五十度ですね。発射音は割と派手ですけど、なんか非常にあの安定した、えー、なんなんていうのかな、安定というか安全な、えー、レベルに収まってるんじゃないかなと思います。はい。もうちょっとまあ実際撃ってみてね、的に当ててみるとね、もう全然オートに比べてなんていうのかな。な なんか違うんだよなっていう感じでね。どうでしょう。発射音、これマイクの方に今向けて打ちますね。こんな感じですよ。マイク今ブルブルしてましたね。ごめんね。こんな、この辺で聞けばいいのかな。こんな感じですね。はい。 まあ、あと試射結果なんですけれどもこれはもうねちょっとあんまり意味ないなっていうところです私正直言っちゃうとえー、っとこれ 5m じゃないんですよこれね 4m ぐらいかな 5m だとどんどん外れてっちゃったんで 4m ぐらいのところまで行って、まあ、なんとかここに収めることに成功しつつやっぱりここに外れてるよみたいな感じで。 あんまりこのなんか狙って打つってものではないですね。まあ、多分ね、うま、ん、い方とかね、ちょ、うまいっていうよりも、調整のうまい方なんかがやるとなんかいい感じになるのかもしれませんけれどもということで、私はあんまりこの、えー、ガスリボルバーっていうのの実写性能っていうのに関しては、こだわりはあんまりありません。もちろんね、当たるのに出会うと。前教えてね、あの、コメントで教えていただいた通り、あの、やっぱり。 田中さんのねシングルアクション編みなんかやっぱよく当たりますねあれはねあのぐらいだったらいいんですけどこれもともと重心も短いですしねあと具足に挙げちゃいましたけれども、えー、初代のパイソン ABS であのホップもない世代のやつもうペガサス初期のやつですねこれは当たりましたねもなんか大,大人みだったと言っても過言じゃないんじゃないんですかね ダイドに比べると今はちょっとあの当,たりはず当たり外れというかあの、えー、モデルによってという形になっているんでまあその辺実写性能お求めになるでしたらやっぱりオートの方が安心かなって気がしますよね、まあ、あと近くで映つんならもう盤石のエアコキですよね <laughs> 丸いの今度ねあの皆さんさえ許していただければエアコキもねぜひご紹介したくてここに一丁 u s p なんか USB, UP、USB ですねなんかスタンバイしてるんですけどね、まあ、なかなかね、えー、他の、えー、エアガン系ガスガン系がねガスブロー系がね待ち構えているんでなかなか紹介する機会はないんですけれどもサイトはねやっぱりこう M29 はね狙いやすいですよね昔はびっくりしましたねこ,ここに白いのが入ってるんだ でも MGC の44のマグナム出たときにあのオ,レンジオレンジっていうか赤だったかなもう塗装されてるだけでも大興奮しましたけどねなんじゃよいこれや、みたいな感じでねへえみたいな感じでだからちょっとしたねその色を入れてくれるだけでもね喜んでいたあの昭和の子供たちはまあね素朴なもんですよね <laughs> ねえはい。 我々がね、えー、日曜日にねサンリボなんて言ってねのんびりとこうやってリボルバーをめでながらね多分何人かの方はねご自身のね、えー、愛獣を取り出してねそれを横に置きながらね、まあ、日曜日ですからねお昼から酒飲んでも全然悪くないと思いますんでそんなの楽しみながら見ていただいてると思うんですけれども、まあ、そんな時にねちょっとね日本のねメディアでは全然流れないんですけれどもね 台湾の方に対してね中国がねいろいろと仕掛けていますねはいなんか多弾頭型の ICBM があるとかないとかっていうことでそういう形でもうかなりあの米国に対してもね台湾をね米国が守ろうとするっていうことでねそれに対してねいろんいろな威嚇,威嚇をしてるらしいですよねまあでも最近ねこの間もあの軍事演習の動画をねあの YouTube で拝見しましまたけれどももう日米 A オ,ランオ,ランあオーストラリアかとかがこう連携したいってバンバンねこう会場で演習してるのを見るとねもうオーストラリアにしてもね米国にしてもね大東亜戦争の時には敵だったわけですからねそれが今肩並べてね ま決して、ね、侵略ということではなくてあの香港のように台湾がならないように、ね、守ろうということで米国の議会では、すでに、ね、台湾法がどんどん成立していて、まあ、政府高官が訪ねてみたりねで。日本も今回ちょっと正直申し上げてあの親中派内閣になっちゃうのかなというあの菅新政権ですけれどもも,ものすごい心配なところはあるんですけれどもそれでも防衛大臣が岸の坊さんということで。 あの方はねあのもともと、えー、チベットウイグル問題にも取り組んでらしたし、えー、あとは台湾に関してはこの間の,あの李登輝さんがお亡くなりになった時にね奥様と一緒に駆けつけてたあの李登輝相当な,、えー、なんか応援する会とかねなんかそんなところの、えー、会長も務めてた方ですよねであの安倍晋三前総理の,、ね、あの弟さんでもあられると。 棋の生になってますけれどもまあそういった意味ではねあのー、まあ2代目3代目っていうことでね職業政治家だからなんて私なんかしょっちゅうねブログとかねこういう動画でも批判してますけれども、まあ、ある程度そういう毛並みっていうのも必要な時があるんでねいい意味で働いてくれたら別に何代目でも構わないんですよねいい意味で働いてくれたら。 誰とは言えないですけど小泉進次郎みたいなねあんまり薄っぺらな知識でねあんなポリ袋有料化とかレジ袋有料化とかバカなことするようなやつじゃなければねありがたいんですけれどもね。ということであの岸、えー、防衛新大臣が決まればですねもうこれはもう台湾に対してのメッセージにもなるし何より台湾を悪さしようとしている某国に対しての威嚇に牽制にも多少はなると思いますんでね。 まあ日本もねあの憲法の陰に隠れてないでねもう正義と思われる行動はね取った方がいいですよ。でどっちにしてもね何か仕掛けてきますあの亡国は。ちょっとねあのだから結局あの日本は昔あの戸締まりもしないでね出かけられる国だったと今そんなことやったら大変ですよね。えー、ここ数週間の間であの農作物の、えー、盗難被害 ものすすごいですよねでついにあの埼玉の梨までやられちゃったなんて言ってねそんなのだけは地上波でも多少やってますけれども SNS で見て事件の発生したマップっていうのを見たんですけれどもものすすごいボリュームですねまあ個人が自分の利益のためにやっているのか、まあ、ある組織がやっているのか私は分かりませんけれどもいずれにしてもですね そういうういいことをね、ね、てもなくできる人たちっていうのは、ね、残念ながらいるんでねあの我々って多分日本人って多分ここの、えー、サイトを覗いていただいてる皆さんもですね、大方の人はね多分人殺す勇気なんかないと思いますよ。でも私もないですねよほどのことがなければ。でも割とそういうのが、まあ、簡単に言うと。 最初からそういうことはいけないことだって体に染み付いてる人もいればいやバレないんだったらってレベルの人たちがいるのも事実ですそれに近い人間を見たこともあります同じ理屈で同じ常識で考えていると日本人本当に痛い目見ます自分の家族とかね身近にいる人がね被害者にならないためにもですねまあ少なくとも警戒心これは緩めちゃいけないですねそういった意味ではちょっとね日本ゆるゆるですね はい、平和とかおもてなしそれを売りにするのは素晴らしいことなんですけれどもそこにつけ込む人間がいるんですよだからもっと人類全部の民度が上がるまでねそこはまあ一応封印するというかですねまあ同じ価値観を持った人たちの間同士っていう形にね使い分ける必要っていうのが悲しいかなありますね。なんかね週の頭の日曜日からね暗い話になっちゃって申し訳ないんですけれどもね。 はい、ということで今日は久々にガスリボルバーをご紹介いたしました。ではまた。